5回目ですね。今日はオンデマンド教育が日本の私学を救うのその2いきたいと思います、前回1月27日にオンデマンド教育が日本の私学を救うのその1を喋ったんですけれども、これはなかなか理解される方は瞬時に理解されるんですが、大学教員の多くは対面にこだわって、オフラインにこだわって、なおかつ空間共有にもこだわるので、オンデマンド、オンデマンドオンラインっていうのはその対極にあるもんですから、意外と理解しないんですね。で、コロナ禍は不自由であったというふうに思っている人も結構多い。一方でコロナの経験の中でむしろオンライン、オンデマンドの方がいいじゃないかと思った人もいるはずなんですが、おそらく少数派だと思うんですね。というのも、大学教員の多くはオンラインとかこうオンデマンドとかデジタルリテラシーが低い人が多いわけです。アナログ人間が多いと言ってもいいんですが、こういったことは苦手な人が意外と多いんですよね。私の知ってる範囲内で言うと、私なんかが結構詳しい方になっちゃうぐらいだから、文系の中ではね。特に文系教員はこういうの苦手ですね。パソコンね、 AI が勝手に変換するの何とかしてくれとか、もうとにかくいわゆるこういうパソコンとかデジタルのリテラシーが低すぎて、大学教員はね、学生に勉強しろって言うんだから自分で勉強してそれぐらい身につけろと思うんだけど、非常に低いですね。なぜでしょうね、このアナログ思考ね。これが根本的な問題なんですが、で、私が前回お話しした結論は、オンデマンド、オンライン教育を阻んでいるのは人的な要因だと。今言ったリテラシーの低さも含めてね、それだけじゃないんですが、すべて人的な要因に尽きるという、そんな話をしたわけです。で、教育効果から言えば、もう間違いなくオンライン、オンデマンドの方が教育効果上がるということなんですが、この話をしていくときに、大きく2つですね。1つは、なぜ教育効果上がるのかという話。具体的なこう事業現場に即して一つ一つそのメリットを語っていくっていうことをやらなきゃいけない。これが1つですね。それからもう1つは、これはタイトルにもあるように、オンデマンド教育が日本の私学を救うということで、ここには大学経営ですね、大学経営を救うという、そういう側面があるわけです。つまり事業に即して教育の現場でより効果的な学習ができるという問題、オンライン、オンデマンドの方がね、いうのと、もう一つは私学の運営っていう、ハード面って言ってもいいですけどね、そういう点でもメリットがあるという、この2つが大きな領域なんですね。つまり教育効果も上がるし経営も改善すると。なのにやらないのは全て人的な要因が阻んでいるという、簡単的に言うとそういう。